アジアリーグアイスホッケー。アジアリーグアイスホッケー。英語、アジアリーグアイスホッケーは、日本、大韓民国、ロシア連邦の参加国のアイスホッケー連盟が、参加して行うプロクラブチームの国際リーグ戦である。アジアリーグは1試合あたり20分3ピリオドで2、チームが対戦する。ピリオド間のインターバルは15分である。 テレビ放送契約を行っているチームもあるが NHL のように TV タイムアウトはない60分の試合終了時点で得点の多いチームが勝ちであるこの時点で引き分けの場合さらに5分のを行う延長戦はゴールキーパー以外で各チーム3人のプレイヤーがプレイできる延長戦が終わっても引き分けの場合は各チーム5人ずつでゲームイニングショットを チームのゴール数に決着がつくまで行う。2008-09シーズン以前は、シュートアウトは行わず、この段階で引き分けとしていた。プレーオフでは、GWS を行わず、どちらかのチームが先制した時点で、終了の20分の延長戦を繰り返し行う。アジアリーグのシーズンは3つに分けることができる。番下から初週にかけて、トレーニングキャンプとプレーシーズン試合を行う。 次に数ヶ月間のレギュラーシーズンが始まる。これはシーズンごとのスケジュールによって日程が異なる。最後にレギュラーシーズンの成績上位のチームがポストシーズンのプレイオフに進むことができる。プレイオフは勝ち抜きトーナメント戦で各ラウンドを規定勝ち数選手、いわゆる番勝負方式で決着をつける。最後まで勝ち残ったチームがそのシーズンの優勝となる。レギュラーシーズンは アジアリーグが開催されるほとんど毎シーズン変更される。最初のフルシーズンは各チームが他の全チームと6回当たる直近2回のシーズンを反映している。チーム数が年度ごとに変わっていたため最初の2、3年はアンバランスであったスケジュールを毎年調整してきた。現在のスケジュールでは全てのチームは3試合ずつ交代で相手チームや自ちのチームのホームリンク回りながら 試合を行う。移動回数を最小化するために、別の国で試合があるときは2週間滞在して、滞在国のチームと連続でアウェーを戦うが、中国がホームのチームは一つのみのため、中国への遠征は各チーム1週間となる。日本での試合の場合、クレインズとイーグルスはホームリンクが近いため、アウェーのチームはこれらのチームと連続して戦い、次にブレイズと、 バックスとの試合が順に回ってくる。レギュラーリーグの順位は勝ち点によって決められる。規定時間60分で勝ったチームは勝ち点3を得ることができる。その時点で引き分けの場合は両チームに勝ち点1が与えられ、延長やシュートアウトで勝ったチームには追加の勝ち点が与えられるが負けても減点はない。 レギュラーシーズンが終わった時点で最も勝ち点の多いチームがレギュラーシーズンの優勝となる。レギュラーシーズンとポストシーズン、プレーオフの間にはこれまでは数週間の試合中断期が取られてきた。レギュラーシーズンと同じくプレーオフの方式も年度ごとに変わってきた。詳細は年度ごとの大会を参照のこと。レギュラーシーズンが終わるとプレーオフのスケジュールが策定される。 プレーオフの各ラウ運動で、レギュラーシーズンの上位チームは、ホームリンクでの試合が多くなる利点を受けることができ。アジアリーグではシーズンごとに優勝トロフィーの他に、いくつかの表彰を行っている。2008-09シーズン以前は、プレーオフ後に表彰が行われていたが、それ以降では、レギュラーシーズンとプレーオフの間の期間に表彰が行われる。表彰内容は、最優秀選手。 新人王、ベストゴーリー、ベストオフェンシブ DF、ベストディフェンシブ DF、ベストオフェンシブ FW、ベストディフェンシブ FW、ベストプレイメイキング、ベストホッケータウン、それにポイントランキングの最多得点、最多アシスト、最多ポイント、および優秀セーブ率 GK の賞がある。ベストホッケータウン賞以外の賞は組織、または個人がスポンサーである。 アジアリーグ発足初期には12チームに拡大することが構想されていたが、いくつかのチームは財政難のために実現できなかった。2017-18シーズンの参戦は8チーム、日本4チーム、韓国3チーム、ロシア1チームである。2017から2018シーズン現在は以下の通りである。アジアリーグはアジア地域の北京進行のために行われる。 チームのレベルが拮抗して、チームが競い合い向上するよう、アジア以外からの外国人の加入は、リーグ規定で定める、少人数に限られる。この枠で優秀な選手を獲得すれば、よりリーグのレベルが高まり参加選手のスキル向上にも、つながる。2015から2016シーズン現在では各、チームの外国人枠は、一律三人である。 過去においては各チームの実力を加味して、その都度人数が定められていた。NHL 出身の選手は、グレッグ・パークス、クリス・リンドバーグ、ショーン・ポディーン、デレック・プラント、ジャロット・スカルディー、タイソン・ナッシュ、セーン・エンリコット、ケリー・フェア・チャイルド、リカルド・パーソン、クロード・ルミュー、リック・ジャックマンなどがいる。大会は2003から2004年シーズンからスタート。この年度のみ日本は、 日本アイスホッケーリーグとの並行開催、実際は日本リーグ前期と後期の間に開催されたという形をとった。第2回の2004から2005年シーズン以後は日本リーグが休止されアジアリーグに一本化。リーグ戦も9月から翌年3月の半年間の長期戦として一新された。9月8日開幕、9月7日開幕、9月6日開幕、本年度より ロシア、サハリンシーライオンズを加え9チームにて行う。ロシアからの出場は、第2回のゴールデンアムール以来10年ぶりになる。8月27日開幕。本年度より、デミオンサンムが撤退し、デミオンキラーホエールズが入れ替わる形で参戦。詳細は、アジアリーグアイスホッケー2016-2017を参照。 2004から2005シーズンまでは一部の試合がスカイ A、現、スカイ A スポーツにて放送されてきた。同チャンネルでは開局当初から日本アイスホッケーリーグを全てフォローしてきた。2005から2006シーズンからスカイ A によるアジアリーグの試合の放送は行われなくなった。同チャンネルのインフォ、スカイ A という情報番組で時折取り上げられるだけとなった。 2006から2007シーズンはヤフー動画によるダイジェストが配信されるのみだった。2007から2008シーズンからは EX スポーツによる試合放送が開始されることになった。全試合ではなく予選からプレイオフまで20試合程度を原則毎週水曜日23時を初回として録画中継する。2008から2009シーズンの放送は 前述の EX スポーツでの試合放送に加え、光 TV による録画中継が行われた。放送内容は EX スポーツと重複する試合も多かったが、プレイオフでは日本開催の試合をすべて放送した。2009から2010シーズンでは EX スポーツでの放送が継続されるとともに、トマコマイケーブルテレビでオージ子イーグルスのホームゲームを全試合制中継。 八戸テレビ放送で東北フリーブレイズのホームゲーを一部中継している。2011から2012シーズン以降は EX スポーツでの放送が継続されるとともに、さらに J スポーツで一度の終結戦を2試合中継している。毎年 NHK 北海道ローカルでは道内開催1試合を生中継している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。